皆さんこんにちは、キャンパスリングです。今日はなんか対談動画っていうことで、佐藤くんにいろいろ質問してもらって、まあ、佐藤くん含め世の中の皆さんが気になっていることがいろいろあるっていうことなんで、それに答えていきたいと思います。はい、お願いします。斉藤隆の同期の中村蓮です。よろしくお願いします。硬すぎ？硬すぎ？いや、あんま聞いてなかった。じゃあ行こう。じゃあ最初にジュニアの頃のお話を聞かせてください。でも高志と知り合ったのが多分13、4歳ぐらい。覚えてないと思うけどね。覚えてなさそうな顔してます。悪い顔してるやな。過去の動画に。でもそれこそちっちゃい頃は、今でこそ同期って言ってこう仲良くやってるけど、それこそちっちゃい頃は高志は最初から強くて、俺はもともとあんまり強くなくて、後からこう全国大会に出れるようになっていった人間から、俺はすごい高志のことを覚えてるけど、高志は多分その時の記憶全然ない。まあ、中学生ぐらいの時に追ったのは分かるけど、いつからってはっきりは分からんけど、まあなんとなく覚えてるね。絶対覚えてない。いや覚えてるよ。うまくまとめようとすなと。マジで。あんま覚えてないけど覚えてる。いやそれ覚えてないって言う。でレンなんかジュニア時代の話、俺はなんかレンが留学とかしてたの知ってるから、うん、中学終わって高校から韓国とか行ってたっけ。そう、なんか6年弱ぐらい海外生活結局して、15歳から俺も高志も早生まれやから、まあ、実際年齢で言うと15歳、学年で言うと高1の時、中3の終わりにも海外行くっていう決断して、で高1、まあ、中学卒業した次の日からも渡航したんですけど、まあ、韓国行って2年半韓国でやって、もうちょい環境変えたいなと思ってアメリカ行って、で帰ってきたっていう感じですか。それはテニス留学で行ったんですか。そうですね。なんか他のまあたまたまそういう機会があったっていうのが一個と、まあなんか他の人とはちょっと違う道を進んでみるのもありやなと思って。真面目すぎ？いや全然全然。このチャンネルさ、このチャンネルさ、そんな真面目に話したんだよ。いや全然、いや真面目に話してや。うん。ちょっと。お前の顔見てたらちょっと隣でニヤ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 すんのやめてくれへん。なんかでも韓国ってめっちゃ厳しそうなイメージあるよね。あ、まあ厳しかったね。なんか練習時間異常に長かった、だからまあでもそれは良かったかもしれない。その高校生の時にすごい長い時間練習していろんなトレーニングさせてもらったから、比較的俺はプロになってからそんな怪我が多い方ではないと、あんまり怪我してへんと。具体的に1日何時間ぐらい？朝早かった。7時ぐらい、7時半からもうランニング始まって、で8時には飯、あ30分ぐらいで8時過ぎにご飯食べて、9時からもうテニスして12時までやって、2時6時までやって帰って7時とか、結構な 7時間弱ぐらいトータルしたら多分やってるから。日本と韓国とアメリカで国によってトレーニング方法とか違いましたか？あ全然違うと思う。なんかアメリカはなんかちょっと理屈っぽいっていうか言い方悪いけど、なんかこうシステマチックっぽくて、どっちか韓国がどっちかっていうとなんかこう軍隊式というか根性論じゃないけど、こう詰め込まれてる感じかな。日本はでも日本であんまその学生生活を送ったことないから、日本のトレーニングの仕方がそんなに学生時代は分からんから比較ができひんので。ありがとうございます。どうです？とりあえずジュニアの時韓国で、まあ、国際試合とかやってて、で僕がそこ行ったらレンがまあ普通に出てて、とりあえずこいつ韓国語ペラペラだから飯行って全部こいつに注文させようみたいな感じでレン飯行こうぜみたいな。おー、なんかそれなんか一緒に俺と食いたいからとかじゃなくてラッキーだから選ぶみたいな、やめろってそんな感じで。おい、なんか何年越しかぐらいに傷ついてるやんか。何年26も25にもなって10年ぐらい前の記憶で傷つかなあかん。いやでも嫌やったらいかんやで、ね。まあね、いくら韓国語話しても、いやでも嫌よりも飯注文できる方が勝てるかもしれない。ありえるやろ。いや、お前に関してはありえる。じゃあ次はプロになってからの苦労話とか、なんかちょっとした失敗話ってあれですけど。苦労話か。まあ苦労はいっぱいあるから当たり前に。まあ簡単な世界じゃないから苦労はいっぱいあるやろうけど、まあもちろん試合に勝てんとか、俺の場合は2年間怪我とかで試合に出れんかったのは苦労話やろうし、あとは試合に勝てんかったら苦労になるし、まあテニスしてるだけじゃなくていろいろ、まあ収入面も最初の方だが厳しかったりもあったし、
スだけじゃなくていろんな自分のマネジメント、いろんな試合のエントリーとか飛行機とかホテルの手配とかもやっぱりプロ自分でやっていく必要があるし、そういった面はプロとしては苦労する話じゃないかなって。なんやろな、やっぱお金の面にはなかなかみんな苦労すると思うから、それこそアメリカおった時とかメキシコ行くなりこうカナダ行くなりってした時にホームステイさせてもらって向こうの人に家泊めてもらってとかって言ってお金をできるだけセーブしていっぱい大会回りたいって思ってやってた時もあるし、飛行機のチケット変更不可の取ってるけどこっちは変更不可ってまた最初知らんくてそんなに飛行機乗ることがないから取れへんくて空港で寝泊まりしたりとか、だからそういう苦労話はあるかな。怪我に関してやっぱ大変さ見てては大変そうだったけどな、俺はそんなに大きい怪我はなかったかな、まあ、勝てへんかったらみんな嫌やしね、拾ってや話え、もうちょい広げてやる。うんうんってうなずくのよかってんねんけどさ、自分に話振られてんねんかさ、え、なんか失敗話みたいなのあんの。俺の場合はプロになってからやと携帯タクシーに置き忘れてタイで、で普通に気づいた時には遅かった、もうタクシー会社とか電話したけど普通に無理で携帯なくなったことあるし、あとは失敗話、去年なんかドイツかどっかで、ドイツからどこ行く飛行機かな、忘れたんやけど撮ってて飛行機撮ってて、うん、でチェックインしようとしたら名前がありませんみたいな言われて、え、なんでそんなはずないっつってこれ見せて見せて、俺これ買ってるやんみたいな見せて、で向こうも気づいてなくて、あ、なんでないんだろうみたいな感じで必死に探してもなくて、で俺よく見たら月曜日かなんかのフライト、ちょうど1週間後のフライトと撮って、丸1週間後の月曜日のでもチケットパーなって、でその飛行機はもうなんか乗れんくて、でなんか夜中何時間後の飛行機でまあ行ったりとか、まあいろいろプラン崩れたりとか、マジ、まあ、ただの自分のバカなんやけど、それはそんなないかも。あ、めちゃめちゃ高い飛行機取ってもらったことある一回、そのタイ行った時に帰りにどうしてもそのないつまでに着かなあかんっていう飛行機があって、あ、予定があって、よしこれやと思って取ってタイのバーツで出てくるから計算できんくて、うん、多分安いと思って買ったら支払い見たら20万ぐらい来てて、で空港行ったらやたらなんかこういい条件の6万バーツみたいな、6万円ぐらいみたいな思ったら3倍ぐらい、そう3倍ぐらいやったりはあるね。でもそこら辺は失敗話だ。何でお金を稼いでますか。まあ、俺の場合は最初はいろんな人、まあ、地元が俺は石川県で初めてのプロテニスプレーヤーから石川県のいろんな人が応援してくれて、企業も含め個人の人も含めていろいろお金が基金みたいな感じで集まって、それで最初遠征待ってたけど、まあ、少し結果が出たらいろいろスポンサーとか、まあ、今日本リーグとかそういったチームで、まあ、契約しながら遠征とか回れるようになったし、まあ、その他のイベントとかもあったらここでまあ仕事したらお金もいただけるし、まあそんな感じですかね。ありがとうございます。中村プロは電話何もしんくてもね、泉のように井戸から湧き出てくるらもう息吸うだけでなまあそれはないけどそんな生活だったら羨ましいけどないやでもでもどの選手もそうじゃない、やっぱ基本的にはスポンサー収入があって、まあ、その収入で活動して活動の場を、ね、ステップアップしていって、また賞金が増えるとやっぱこう自由に使えるお金が増えていくっていう流れやから、まあ、スポンサーがあればできることもあるやろうし、逆に結果を出せばスポンサーがつくこともあるやろうし、そのどっちが先かとかはちょっと人それぞれやと思うけど、そこをうまくできると、うまくできるとっていうかうまくこう重なって自分ができることが増えるといろんなステップに行けるんじゃないか。じゃあ次は恋愛話を。いきなり変わるいきなり変わる、急にふざけれるやつ来たふざけれるってお前恋愛をふざけるってそういう捉え方もやめてくれるちょっとこう俺の素を出せるって言わないちょっとアイアスとのやめろってやっと俺の素を出せるって言ってやっぱちょっと硬くなってたからさ、真面目な話やったから今はちょっと俺許せんの人間関係において結構トップクラスに大事なことや。俺はすごい真面目に捉えてる。俺さ、お前のチャンネル見て1個思ってるって、自分の株上げるときに人の評価下げんだよじゃあ俺が言いたいのはちゃんと
く恋愛に対する意識がこれでもう差があるわけよ。俺はすごい恋愛に対して真面目にすごいこう思ってて、こいつはなんかふざけるとかさ、ふざけて女とそうやってさ、お前も人間関係気づいてって俺許せんわ。俺だけヤバいやつみたいになってるやん。あとでもたかしのピーの話めっちゃピー言うたるからね。どういうの、彼女はいますかどれくらいお前ゲストやからさ、あーゲストがさっき、あ、なんか先人聞いて俺はって言うんかと思う。全然ゲストの話を、いや僕いないです。おらんの、いやおらおる、えおるん、おるよ、うん、すごいおらんの先生や、じゃあ師匠って、まあおるわけないか。おお、どういうことだいどういうことだい、もうちょい何かあげるよ、珍しいなぐらい言えよ、珍しくなくても、まあ、意外やな、それそういうのまとった。中村さんタイプは、じゃあ好きなタイプ、あ、子がタイプ、好きになった子がタイプ。うわー、出たよ何それ。いや俺はそこで、まあ、キャンパスリングが似合う女の子が一番好きかなみたいな。どうした、あ、なるほどね。そこちょっと宣伝入れてくる、あ、ちょいちょい宣伝入れる感じで。うまいね、やっぱ絶対だけある。頑張ろう。俺は個人的にタイプとか興味ないから出た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 。斉藤さんはタイプありますか。タイプっすか、はい、丸顔の女の子っすね。丸顔が好きで、基本もうこの子可愛いなって思う子はみんな丸顔で、中身はどうだろう、丸顔なの素朴な子いいっすね。そう、はい、なんか失敗談みたいなのありますか。失敗談っすか。僕まあ、恵まれてることにテニスはいろいろ、まあ成功も失敗もあるんですけど、恋愛で失敗ないんですよ。てかお前あれやん、今なんかどっかでアナウンサーしてる付き合ってたやん。それ言っていいんかもうちゃんとピーでピーアナウンサー言えてもいいけど名前はピー入れろよ。これサブちゃんちゃうで。一応口元も隠しといてバレるかも。でもそれ失敗なんじゃない、成功だよ、それは。向こうの失敗だよ。言いたい方だよ。さっきまで上げとってくれたらどこ行ってよ。下げてくれや。じゃあ次に中村プロのブランドの立ち上げたきっかけとか、ブランドに対する思いとか、はい、それはもう手短で 10秒ぐらい。無理やろ10秒。名前言ったら5秒ぐらい経つで。ちゃんと頂戴する。俺も欲しいし、視聴者のみんなもね、うん、やっぱ買う、もし買うってなったらそういうお前の思いとかすごい欲しい。いや、そうだね。まあ何があって、まあ一番最初に思ったのは、まあ今回ちょっとこれは去年から準備してたんやけど、まあこういうなんかこう、まあ元々服が好きやったっていうのもあるんやけど、なんかこう自分が好きなことと、じゃあ最終的にやっぱ俺はテニスを中心に、テニス選手がテニスを中心に生きてるから、なんかそういった中でできるだけ普段そう接しれへん人にでも何かを届けることとか気持ちを共有できることがなんかできひんかなと思った時に、あ、ちょっとやってみようと思ったのが今回このキャンパスリングを、作る最初のきっかけあって、で、まあ、このブランドのコンセプトとしてはこう特別なことをしたから特別な選手になるんじゃなくて、まあ、特別な選手とか特別な人になるんじゃなくて、何気ない日常になんかこうスペシャルなことを感じれた人がそう特別な人になっていくんやっていう言葉がすごい自分なんか気に入ってて、でその部分をできるだけ共有したいと思って、じゃ俺はテニスって例えると、なんかすごい特別なプロしかしてないような練習をしたからみんなプロになったわけじゃなくて、それこそ、ね、高橋とかもそうやし、あの石川やったような氷河っていろんなところで普通のテニスクラブで普通にみんな同じような中で練習していったけど、こう選手になプロ選手になれるっていうのは特別なことをしたかというよりかは、こう日々の中でありきたりっていうか同じような練習の中で自分でちょっと工夫したりとか、ちょっと人とは違うことをつかめたりとかっていう日が積み重ねて多い人がこういう好きなことを仕事にできるっていう世界に行けるってことを今の間にたくさんの子どもたちに知ってほしいと思って、じゃあそれをやってあげるときにどうすればいいんかっていうときに、じゃあボールがボロボロでできませんとか、あのできるだけいい環境で少しでも多くの子にテニスを楽しんでほしいし、そういうきっかけになってくれたらいいなと思って、まあ、アパレルを通じていろんな全国の子どもたちとか部活してる子とかにテニスボールを届けれたらなと思って始めました。どう
いいこと言う。よし、これいやでもボールとかね、まあボール自体が、まあ、いろんな需要もあるかもしれんけど、ボールを届けるっていうその行為でやっぱりいろんな人にねテニスする環境が、まあ、増えたりとか、あとはそういった活動を見てまたね、さっき言ったようになんか感じてもらえるみたいな、ね、うん、そういうのが増えればいいっていうことですよね。ちなみにキャンパスリングっていう名前はどういうあれから来てんの？まあキャンパスってなんかもともと言語としてはフィールドっていう、もたとえたどれば言語意味があって、語源、うん、そうなんか意味があって、うん、ら俺らがこう活動する場って、まあその職場やったりとかテニスコートだったりとかいろんなフィールドがある中で、そういう中でリングっていうこう輪を作ってみんなでこうそういう思いを共有していこうっていう意味からキャンパスリング、うん、それぞれの場所でみたいな。そうで、あとはまあ自分がデザインしてるから R 入れたいなって思うのもずっとあったんやけど、ただまあ現在進行形 ING 絶対入れたいと思って、俺らって基本何かをずっとこう積み重ねていかなあかんから、戻ること過去に戻振り返ることあって戻ることはないから、へえ、そういう、いやいやいや、いや今ガチで、今ガチで結構うまい付け方してるなと思った。あ、ほんま？普通にその語源みたいなのもそうやし、自分のね、まあ連 R が連としたら連が現在進行形です。そうそうそう。自分の人生だから自分が思う。結構うまいね。うまいやろ。ありがとう。うまいね。うん。それは結局だからこういうさ、何がこうデザインもそうやけど、今起こってることに対して自分が思ったようなデザインとか、俺休みたいからホリデー好きやしとかっていう自分が思ってることしか表現できひんから、最初 ING だから現在進行形やから、どんどん俺の気持ちも変わっていくし、ホリデー未来も変わっていくから。ビジーみたいな。ビジー、たかしビジーでもいいで、ね、忙しいふりしてもいいよ。そうそう、あ、いいね、おっていう、まあ、意味も込めて、今回、中丸蓮プロと、まあ、僕たちのチャンネルと、コラボでプレゼント企画をやろうってことで、キャンパスリングのこの白い T シャツ、そしてこれは僕たちからのプレゼントっていう意味を込めてサインも書かせていただきました。これがレンのサインで、これが僕のサインですね。2人のサインが入ってるんで、ぜひ応募してください。応募方法は、チャンネル、僕のチャンネルの、スタッフの一人である佐藤くんのインスタグラムとツイッターに、このプレゼント企画の投稿をするので、そちらをいいね、リツイート、そしてフォローする、佐藤くんのアカウントをフォローしていただいた中で、佐藤くんが抽選をしっかりして選んでくれると言っているので、そういった感じで応募していただければと思います。お願いします。外れた方は、まあ、その応募が100件ぐらい来たら、まあ、99件ぐらいの人は外れちゃうんで、まあ、全員買うしかないってことでちょっと申し訳ないですけど、申し訳ないです、お願いしますオッケーです、はい、いやでも今日は本当に楽しい撮影をレントできてすごい満足です、僕も。いや、こちらこそ楽しかったです、はい、いっぱい下げられたけど、ありがとうございました。最後に締めの一言お願いします。え、また？なんだこれ、見てる人もこいつドッキリしかさせへんよみたいになってるで、大丈夫？締めの、え、はい、やれよ締めの一言はい、いや今日はほんまに久しぶりにたかしとも会えて楽しい撮影ができてよかったと思います。皆さんもぜひ今後もたかにをよろしくお願いします